そこです。1キル。ね、2枚目そこカット。いいね。そこです。いや、強っ！来るかな？いや、そっちから来るね。死ね！ナイス、1キル。で、しっかりと打ち切ってリロードしておいて、来い。詰めて来い。ナイス！はい、門松ショッティの、イカズチよ！いるね。はい。で、多分もう一人来るから、こいつも殺そう。お疲れ！こういう形で変形して、至近距離戦闘を挑みます。これがロボットのイカズチよ。スッスッ気持ちいい！はい、どうも、ゼヌダルクです。というわけで、今回は、懐かしのゲーム、こちら、コールオブデューティー IW。早速ね、実況プレイの方をやっていきたいと思います。まあ、なんでね、このゲームやってるのってね、気になった方が大半だと思いますが、実は、なぜか知らないけど、アクティビジョンさんが、まあ、サイレントなのかな？まあ、公式的には発表してないんですけど、海外時間のクリスマス25日ですね、から、こちら IW で、とあるイベントを開始しておりまして、はい、まあ、さっきからね、ちらちら見えてる上のアイコンですね。そう、なんと、クワッド XP っていうね、イベントが開始されました。はい。まあ、武器 XP とか、あと暗号キーかな。もう懐かしいですね。まあ、ていう形で、まあ、いつまでか期間わかんないんですけど、一応本日撮影日が27日ですね。だからま、年末までやるかもしれないこちらのイベントが来て、まあ、めっちゃ盛り上がってるわけではないんだけど、一応ま、海外で反応する方がちらほらって感じで、こちら IW がね、復活しております。で、立場的にあんまり言うと悪いんだけど、マジで俺 IW 苦手で、いや、本当にね、動画本数も100本超えてないし、更新もその2018年からほぼしてないんですよ。なんかまとめて最後IW 触れた程度ぐらいの動画上げたりとかしてるけど、ちゃんとした実況 IW 終わってから一本も上げてないね。だからまあよく実況者あるあるで、その過去作に戻ってなんてあるじゃないですか。ハスシンさんとかよくね、この前も IW やってたし、まあ僕もね、その元ネタあさりでよくね、過去作撮影したりとかするんだけど、まあそれすらも IW やってないですよね。だからマジで僕は苦手なので、約2、3年ぶりかな、かなり貯めてたこちら IW 企画ね、ちょっと久々にやっていこうかなと思います。まあよかったらね、COD のこういった変な情報とか定期的に上げていくんで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では早速、ちょっとガチャから引いていこうかな。ね、なんか一応溜まってはいるよね。ノーマルドロップ10。暗号機も一応引けんのか。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。キーで購入。行こう。ヒューゴー。ちょ、久々やな、このガチャ引く感じ。まあ、一応ね、最近のその MW から入ったリスナーさん知らないと思うんですけど、こういう形で、ガチャガチャっていうのが、AW からかな。AW からインサニティワードみたいな形で2体再生追加されて、BO3 から暗号キーって名前に変えて、IW でこれがあると。で、その後も、コットの MWR かでもあったし、わらわら2でもありましたよね、ドロップは。っていう形であったんだけど、一応ね、BO4、BO4 もあったか ?BO4 もあって、で、MW から撤廃されて無料武器になったんよ。あとはまあ、ストアの有料化。っていう形でね、今まではこういう形で、まあ、誰でもね、キーさえ貯めればこういうチャンスがある、みたいな感じだったんだけど、まあ、正直、なんか売上的にはあれらしいんだよね。やっぱ、ストアの販売 MW 方式、まあ、いわゆる今作の BOCW 方式の方が、売上いくらしいんよ。確か 5% アップかな。その、制作取ってから。まあ、無課金ユーザー的にはね、こっちの方がありがたいっていう、人もいるかもしんないけど、まあけど新武器とかやっぱ無料でもらえた方がいいよね。で、今のストアで追加されてるのをこういう暗号キーとかでもらえるようになったらめっちゃ嬉しいみたいな。はい。マジか、もう終わっちゃった。っていう形で、クソしょぼってんな。なんか、俺の予想だと、まあ、10回ぐらい引いたら、なんかね、いいの出るかなと思ったからあれなんだけど、ちょっと課金すっか、1800CP あるからこれ課金しますわ。こっから僕の身を削ります。はい。さあ、残り8連。ちょっと自腹で課金、いきます！ペイント FT ボディ。あ、出た出た。こういうスキンとかあったよな。もうなんか、もうこういうクソどうでもいいコーリングカードとかさ、その、スキンで重複して、みたいな、あったな。おー、最新って書いてある。これ、いつの最新なんだろうね。これ確か100式だっけ？ね、もうなんかワールドウォー2記念で、IW の方に100式追加みたいなあった気がする。最新！出た、プロテウス。いや、やっぱやべえな。クソほど渋ってるよな。一回もだってレジェンド来てないよね。レジェンドってか、金枠。エピックかな。マジでこうへんな。ラスト1回。いや、懐かしいな。なんかこの、もやもやする感じというかさ、この何も得られへん感じ。ああ。まあ、レジェンドが唯一って感じか。で、一応このゲームは対策として、この暗号キーじゃないわ。なんか重複した分で買えるんよ。なんかあれだよな。せっかくだったら、この BOCW とかさ、MW 指向の銃買っときたいけど。ああ、ショットガンのさ、これトライバレルか。トリプルバレルのこれ、見たことないかも。ちょっとこれ欲しいかも。購入。で、一応ね、こういう形でスペシャリストって。で、このゲームが人気だったら、スペシャリストこれ今6体しかいなくて少ないんだけど、まあ、追加するみたいな話あったんですよね。ただそれも、人気が出なかったから、撤廃されました。悲しいな。あ、俺持ってるわ。ほら、マーク2のやつ。全然しなかった。はい、ということで、早速、ジェネシスだっけ、このマップ。まあ、割と両マップなところで、チームデスマッチやっていきたいと思います。いや、懐かしいな、マジで。いや、多分ね、俺、プレステージの周回、3か4ぐらいなんよ。てか、めっちゃ負けてる。うわー、なんか、あれじゃん。
ウォーシップみたいなやつ出てんじゃん。これ一応、あれですね。ハニーバジャーっすね。ハニバ的存在。一応このゲーム、インフィニティワードっていうね、MW と同じ会社が作ってるんだけど、あーなんか今やってみたらめっちゃ違和感あるな。はい、トリプルバレルかってこい。そこです。終わった。撃ってみよう。これリロードは？あー、そこなんだ。これは元の、あれだね、リロードと全く同じですね。来い。手前いるね。そこです。オッケー。ちなみにこの銃のデュアルは荒れました。だからね、その武器の荒れたとか、これ強いとかっていうの情報はやっぱ実況者なんで、なんで生まったんや？実況者だから知ってるんですけど、いやー、まあ、全然俺、やってこなかったな、IW。本当にね、このゲームね、マジで数字取れへんかったんよ。で、当時やっぱ BO3 っていうね、めちゃめちゃまだまだ人気のある、高かった作品があったから、そうそう。あぶね。まあ、このゲーム流行らなかったんよね。あ、フェーズシフト溜まった。これね、宇宙世界行くんすよ。異次元に行って、何？こう、裏を取れる。行くよ。こう行くじゃん。で、ここら辺裏回って、こう。こう。こう。めっちゃグダグダ。そこです。1キル？で、2枚目そこカット。いいね。そこです。いや、強っ！ UAV オンライン。で、かかってこう。で、ここで角待ち。うわ、出た！なんか、追尾型のセムテックス的なやつ。いや、マジ、次元がやっぱね、2000、じゃない、3000年とかそれぐらいの世界線だから、マジでね、今やってみると、あ、なんかすごいな、みたいな。今改めて見ると世界観すごいし、凝ってるなんかね、アイテムとか多くて、なんかね、その SF 時期からしたらたまんない作品なんだろうけど、まあ、やっぱ MW とかさ、その POCW のそのリアルさ、知ってる人からすれば、すっごいね、違和感あるというか、え、これが COD ってなっちゃうよね。だってブースト知らない人からしたら、何このゲームみたいな。なんでこんなぴょんぴょん跳ねてんの、なんで、壁走ってんねんってなるやん。ね。あ、これさ、確か救援物資って、これどこでも行けるよね。これだけはマジで神。救援物資がこれ室内でも出せるんよ。そう。おいでーっつって。待って、これフェーズシフトかな。フェーズシフトオンライン。痛い痛い痛い。この辺おるやろ。おらへんわ。俺のやつは取ってないから獲得する。スコーチャー。これエルソ的存在だっけ？なんか3点方向のやつ。いや、マジでわからん。さあ、ナノショットオンライン。これがいわゆるステムショット爆速回復ですよ。こっからね、実は、ステムショットっていうその回復が出たわけですよ。は、終わっちゃった。キルで 2.75! やったね！楽しい！いや、1レベルとかいいんじゃん。へぇー、なんでこういうなんか人がいんの？このゲームクロスプレイとかはないから、もちろんのことながら。ね、わざわざ店頭行って買ったんかな？このクワッド XP やってるから、みたいな。それかまあ新規アカウントで、みたいな。はい、ということでお次、メイデイのチームデスマッチやっていきたいと思います。ね、このマップ確かプロが設計したマップだよね。この e スポーツがここからすげえ流行ってきて、なんかね、そのプロがうんぬんかんぬんみたいな。あ、出てる上にほら、ダブル XP、ダブル武器、みたいな。え、ダブル XP 何個来てんのこれ。2回ぐらい来たよね。え、実質4倍ってこと？なんかすごい来てるね、数。さあ、ということで、お次、こちら、デュアルですね。いや、出たーって感じですけど。これのショットガンのデュアルやばかったよね。さあ、こちら。みんな大好き、M1 ガーランド。打ち切って、課金ってして、はい、クリップ装填。素晴らしい。こちらがですね、まあ強くて、まあ荒れましたよね。サーチ最強。懐かしい。いわゆる TR って感じだよな、今の。タクティカルライフォーみたいな。すっ！おい！やべえ！ジャンプ！やっぱね、ジャンプゲーム俺大っ嫌いなんだよな。なんかね、一応次回作、コールオブデューティー IW2 が出るかもっていう情報があるんよ、実は。そう。確かね、次、まあインフィニティワードがおそらく作るんじゃないかなって言われてるんだけど。でしょ？は？お前何それ、硬さ。え？ああ、ナノショット使ったんだ。すっげえ、お前だけなんか MW とか BO4、BOCW やってんじゃん。そう、一応なんかね、IW2 が出るかもってね、情報あるんよね、次。まあ、おそらく誤情報というかね、ただのまあ、リークみたいなもんなんで、まあ、気にしなくていいと思うんですけど、一応なんかね、浮上はしてますね。IW2 というか、なんかそろそろやっぱね、その競技シーンがすごいじゃないですか。でも特に、今の BOCW 見てもらったらわかるけど、もう何、競技のためだけに、やばい。コンバットリーグかよ。シナプス、リーパー使おうか。そう、もうなんか、ね、もう競技シーンのために、その MW の良かったところというか、MW 路線を変えたじゃないですか、BOCW って。まあ、良くも悪くも、競技シーンのためにすっごいね、変更された MW って感じだと思うんですけど、やっぱりまあ、コールオブデューティー、そっち路線の方がね、人気があるというか、まあ、万人受けするんで、そういったところなんかそろそろブースト系出すんじゃねえかな、みたいな考察されてるんよね。シナプス！危ねえ！あれは一応なんか、戻る感じっすね。なんか、オーバーウォッチのトレーサー的な感じ。そう、弾とかもね、全部戻るんよ。すごいよね。さあ、ここで角マッチかましつつ、ここ絶対強いよな。なんか裏回ってきてんな、これ。裏回ってきてるから、ここで角マッチして待つ。大丈夫それ。クソ落とした撃たれてるけど。やばいな。来い。そこです！オッケー！一旦リロード。M1 ガーランドリロードしておいて、ナイス。もう一人いる？オッケー！で、多分次、ラウがね、また来ると思う。あ、裏から来てんだ、これ。ラウー！死ねや、ラウサプー！おったな、さっき。そこ！えぇ！オッケー！ナイスキル！で、またラウサップいるやんけど。勘弁してくれへん。来るかな？いや、そっちから来るね。死ね！ナイス1キル！で、しっかりと打ち切ってリロードしておいて、来い！詰めて来い！ナイス！
はい、門松ショッティの、イカズチよマスタイルっぽいね。ちょっと壁走りで、行くか。ディーパーオンライン死ね死ねオッケーなあー全然紹介できんやんけ、お前。10秒オンラインからの、スカブを使って、これがまあいわゆる RCXD よ。これが YouTuber RCXD、イカズチ洗礼を受けろ !IW の、よし。やべえ、ブーストゲーなのに、なんかこもってばっかだな。やっぱブーストらしく打ち合おうぜ。いない。いない。死ね！オーケー！ラウに勝てる唯一の武器。ガーランド。で、ここ入って、こいつ初心者やな。いやー、危なかった。デクサなかったらワンチャンやられてた。こっち登ってくるやつはいない。いるね。はい。で、多分もう一人来るからこいつも殺そう。お疲れー！角待ちが正義よ。いやー、きつい。え、めっちゃ下打つやんけど、お前。ちょ、あいつ何、あ、ケーバーだっけあれ使ってる武器。ケーバーって名前だっけあれ。ね。よいしょ。まだ来るから、しっかりと見て、撃つ。はい、強い。もう中武器よ、俺の方が。お前らのラウなんかに負けへん。このゲームはこれをやったもん勝ちよ。ちょっと待って、スクラブでこう一旦クリアリングしようと思ったら、まさかの俺の目の前で破壊されるっていう。展開遅いよね、やっぱり。明らかにさ、BOCW の方がなんかスコアソリックの展開から武器の切り替え早いよね。なんでまだ3000年とかでロボットみたいななんかこの超人類なのに、BOCW より動きとろいね。分装できるだけやないかい。なあ、思わへんか？おーい！なんかあれだね、ちゃんと人口いるからさ、最初からフルでいることはないんだけど、ちゃんとマッチングするよね。さすが、4倍 XP。あっぶれ、あの頭出し。やば。来るかな？めっちゃいるね、ここ。ディーパーで、ちょっと行くか。これ使い方。R1 だ。オッケー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 。こういう形で変形して、至近距離戦闘を挑みます。これがロボットに数値よ。スッスッ気持ちいい二段ジャンプ。二段ジャンプ。壁走りももちろん。いやー気持ちいいな。こういうところいいよな、この爽快感スペシャリストの。え、もう消え虫来るのめっちゃ遅い。めっちゃ迂回してきてる。早くしてください、ウバイツさん。あざす。スカラブ、マジか、ダブルスカラブか。一旦使います。うおー。なにこのタコみたいなやつ。やばいな。スカラブ、ブオーン。ブオーン。あ、まあ、敵二人しかおらんようになってんけど。あの、下打ち野郎とかさ、なんかプレマスいたじゃん。MP って書いてあった奴ら。あれ途中抜けしてやがるんだけど。マジでか？ミンドも最悪やな、やっぱりお前。過去作で途中抜けっていう。まあまあ、お腹痛かったんでしょう。別の武器使うか、せっかくだったら。あー、なんかマンモスとかあるな。ロードアウト6しか出てないってことは、俺プレステージ、なんか2、3周ぐらいしかしてないってことでしょ。全然やってんな。ケーバー。あー、これか。はい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 。G レール。あー、G レール使う？ちょ、G レール使ってみよう。これが一応こういう形でチャージするんよね。レールガンよ、レールガン。ピューンつって。これの確か一発まとめて撃つバージョンがあるんだけど、それ当たったら敵一発なんよね。で、これは一応バーストなんだけど、この状態で弾かすりさえすれば、確か爆散するはずなんよね。あ、終わっちゃった。ま、そうですね。楽しいゲームだと思います。ま、今更ね、このゲームを買ってやってくれとまだ言わないんですけど、ま、一応こういう形でイベント来てるから、ま、みんな久々に、ま、このゲームつけて、懐かしんでいただければなと。結構ね、このゲームから処女作って人多いんですよ。それこそ、BO3 っていうゲームが人気出たわけですよ。一番ね。この最近の COD で。で、それで、BO3 出て、まあ、1年経った時、わ、なんかそういや COD で人気なんだな、みたいな。じゃあ COD の最新作買ってみっか、って言ったら IW 買って、BO3 後から買いました、みたいな人いるんよ、全然。っていう形で、結構ね、その BO3 ブームにあやかって、COD デビューして、まさかのちょっとね、あんまり良くないというか、盛り上がりが少なかったね、こちらのゲームを買わされてしまったって人はいるんですけど、まあまあ、それも非常にいい思い出で、結局ね、今も COD やってるのであれば、僕は全然ね、まあ、最初の入りとしてはありなんじゃないかなと。はい。ということで、今回こちらの、世界一低評価を受けた、COD IW さん紹介させていただきました。まあ、久々にね、この動画見て、ちょっとでも IW 懐かしかったなとか、面白かったなって、実際やったけどやめたわ、みたいなクソゲーだったわと思った方は、ぜひともね、グッドボタンの方よろしくお願いします。はい、ということで、これからもね、いろんなコールオブデューティーの情報を上げていきますので、よかったら通知が届くように、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。